激しい風、穏やかな風、そよそよそよぐ風、いろんな風があります。曲想をイメージする能力を養うということはピアノを上達する上では大切なことです。明日もとっても楽しみにしています。先生とのお約束をきちんと守ってくれた良い子には嬉しいご褒美が。忘れたあなた、宿題を忘れてしまった、きちんと弾いてこなかったなどとなるとマイナス20点もしくは罰ゲームという羽目になります。